どうもペンペンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。見てください、なんかここだけね若干桜が残ってました。わかります？もう他全部落ちたのにここだけすごくないですか。はい、っていうことでね、こんな感じで撮っていきたいんですけど、本日4月15日、4月15日といえば、はい、確定申告の最終日です。ということで、そのことについて、今回初めての確定申告だったのでちょっと話していきたいと思います。なんか確定申告って英語で Tax Return ちょっと発音あれですけどっていうらしいんですよ。税が戻る、だから還付金ちゃんと申告すれば還付金が戻ってくるっていうことなので、ちゃんとめんどくさいなとかどうやってやるんだろうって思ったら提出しなくてもいいかなみたいな魔が差すかもしれないんですけど、まあ、しっかり出していきましょうっていうことで私も今回出してきました。はい、まあ、率直に言うと、もっと早くコツコツやればよかったなっていうのが感想です。まあ、そんなに難しくないので、コツコツさえやってれば難しくないですね。まあ、何でもそうなんですけどね、やっぱり一気に貯めてやると、いろいろ調べること、初めてやると調べることも多いし、わからないことも多いので、ちょっと面倒くささだったり、まあ、一つ一つ見ていけばわかるものもわからなくなっちゃったりするんですね。なんでコツコツやっていきましょう。あ、そう、私昔生物の授業でノートの評価っていうのがあったんですよ。謎にいかに板書をきれいに写して、いかにきれいに図解して相手に伝わりやすいノートになってるかっていうので ABC みたいなランクをつけられるっていうのがあったんですけど、結構ねみんな提出ギリギリになって清書してたんですね。で、私も最初そうだったんですけど、途中からいやこれはやばい、めんどくさいって思って、ちゃんとね授業終わるごとにコツコツ綺麗に書き写してったら、なんかみんなが焦ってる時結構余裕でもう終わってるけど感じの余裕さが出てきたのと、最後余裕が残る以外にも結構綺麗に書けて A をもらえるっていうメリットもあったので、ちゃんとコツコツやっていきましょう。ではちょっと待って、人が来たから恥ずかしい。あ、で確定申告、個人でやる場合提出する方法がいくつかあって、一つが郵送、一つが出しに行く、一つが、e-tax で出すっていう方法ですね。3種類か、いや、すいません、もっとあったらごめんなさい。で、記入方法としては、まあ、これもいくつかあって、私は今回フリーっていうアプリを使ってやったんですけど、フリーっていうアプリを使うか、まあ、弥生会計っていうものを使うか、あ、税務署に紙が置いてあるので、確定申告書が。それをもらって記入して提出するか、あとはホームページ、税務署のホームページからも確定申告って、まあ、ネット上で記入して印刷することができるのでそれでやるかですかね。うん、私今回フリーでやって、まあ、フリーって入力するだけだったら無料なんですけど、印刷するとなるとお金が有料なんですね。課金しなきゃいけないんですね。ということで、まあ、結果として私今回課金したんですけど、月額1000何円とかですかね。まあ、1回だけ課金しようと思って、自動更新なんでこれ気をつけてくださいね。はい、まあ、解約するんですけど、まあ、1000何円払って、まあ、記入を楽にして印刷したって感じですね。これでも良かったですね。やっぱり初めてだったんで、なんかいろいろ項目があるんですよ。例えば、まあ、収入所得、収入っていう項目と所得っていう項目が分かれてたり、まあ、何かっていうと、まあ、収入がそのままの額面を書いて、まあ、経費を引いたものが所得になるんですけど、ちょっとここら辺とかめんどくさいじゃないですか。他にもいろいろ年金だったり厚生年金、国民保険とかいろいろ書く欄があるんですけど、それはね、はい、まあとりあえずそうですね、郵送物とかしっかり残して、まあもらった時に記入しちゃえば楽かなっていう、ミスもないかなっていう感じですね。はい、ちょっと待って、めっちゃぐだってる。何が言いたいかって、まあ、コツコツやりましょうっていうことです。あとは初めて確定申告やってきましたってところですね。はい、めんどくさいかもしれないんですけど、初めは、はい、コツコツやることと、まあ、ちゃんと調べてやれば普通に、まあ、そんな難しくなかったので、はい、ぜひやっていきましょう。あと
税務署に行くと確定申告書をどうやって書くかとか政策会場っていうのがあって書き方とかわからないこととか教えてくれるみたいなんですね。なんでまあこれ確定申1月ぐらいから確定申告が終わるぐらいまでやってるらしいんですけど、こういったものもうまく利用してみるのとしてみればいいのじゃないでしょうか。めっちゃ下だったっていうかあれなんですよ、外で撮るのはずいですね。あとなんだっけな、そうそう、青色申告会みたいな、わかんないですけど、例えば家賃収入だけあるよっていう人とかだったら、まあ、青色申告とかもうちょっと簡素なものになるんですけど、それもねなんかあるらしいんですよ。税理士さんに頼むまではいかないけどちょっと手伝ってほしいっていう時に、そういうなんかいろいろ会があるみたいなんで、まあ、お金はかかるんですけど時間はお金で買ったと思って、利用してみるのはいいんじゃないでしょうか。はい、以上です。ちょっと待って、いろいろ恥ずかしい。めっちゃいい天気、めちゃくちゃいい天気です。